こんにちは。NPO 法人ウィックリングジャパンでは、女性のがんの患者さんの抗がん剤治療の副作用による脱毛時にですね、カツラをレンタルして外見のケア、心のケアをしています。がんの治療というものは、一時的な大変な乗り越えないといけないところなんですけども、そこを多くの方の専門的な方の手と手をつないで、病院だけではなく生活の面でも私たちサポートしていきたいと思っています。 NPO 法人ウィックリングジャパンは福岡を拠点に活動しておりますので、福岡以外のですね、場所のところでは今は郵送などオンラインでの電話のやり取りとか一生懸命細かくですね、対応はしているんですけども、やはり対面のサービスの提供が必要な場合もあります。そんな時に全国の、この私たちの趣旨に賛同してくださる方がいらっしゃったら、一緒に心のケア、外見のケア、生活面のサポートというところでですね、がんの患者さんの、闘病をしっかり支えていける仲間になっていただけないかなと思っています。実は NPO 法人ウィックリングジャパンの、副代表理事をしていただいています久留米大学先端がん治療研究センターの所長、そして教授でいらっしゃいます山田晃先生にもご協力いただいて、今回、動画で学べるこの認定講座をですね、作ることができました。ありがとうございます、山田先生。もう、なかなか忙しい中ですね、時間を縫っていただいて、資料を作っていただいて、学ぶ側もいつでもどこでも、勉強がしっかりできるような形で動画っていうのを作りました。で、この動画っていうのは全部で6講座でカリキュラムできてるんですが、前半の3講座は、ウィックリングのことですとか、この認定講座を取ったらどういうことができるのかとか、ウィックですね、カツラのウィックの取り扱い方とか、試着のちょっとしたポイントみたいなのを私ども事務局の方で担当しております。で、後半3講座は専門的な知識が学べる、非常に分かりやすく学べる医療講座になっているんですが、その内容を山田先生、ちょっとだけ教えてもらっていいですか。はい、分かりました。久留米大学の山田です。今日このセミナーの中ではですね、大きく3つに分けてるんですけども、最初にがんという病気はどういう病気なんだっていうお話、がんの原因とかですねについてお話を最初にさせていただいております。その次に実際にがんの治療、どういう治療方法が今あるのか、最新の治療方法も含めて解説した上で、その治療に伴ういろいろな副作用ですね、脱毛だけじゃなくていろんな副作用が出てきます。そういったものについて解説をしております。そしてあともう一つ非常に重要なところがですね、今若い方でもがんが起こって、それでいろんな問題が社会問題化してるんで、そういった若い方、若い世代の方、これは綾世代って呼んでるわけですけども、綾世代のがんについてもどういうがんが起こるのか、それからその特徴についても解説、さらには予防方法についても、解説を加えております。はい、私も先ほど一緒に収録に参加させていただいたんですけども、がんの予防っていうのは誰でも知りたいことですし、髪の毛が脱毛していくっていうことを一言で聞いても、よくある質問で、いつから抜けるんですかとか、どうして抜けるのか、いつ生えてくるのかとか、もっと具体的な話をやっぱり聞かれることが多いんですが、そのあたりを分かりやすく、一般的な図解とかも含めてですね、のお話をしていただいていますし、どうしてそういう脱毛とかいう副作用が出るのかというお話も、脱毛だけではない副作用の辛い部分って、目に見えるもの、見えないもの、いろんなものも分かりやすくお話ししていただいていますので、これは本当どんな方にとっても非常に分かりやすくて、ためになる内容なんじゃないかなと思います。私たちは
病気になっても不安が少ない社会を作って、がんの患者さんがですね、ただでさえ治療その後どうしようというふうに先が見えない不安な気持ちを持っている方が多い中でですね、いつ自分がそういう立場になるか分かりませんし、その方もそのがんの患者という立場を卒業して次の方の支える役割というものも果たせる社会になったらいいなという思いでビッグリングジャパンという活動を行っております。医療セミナーも定期的に行っていますし、ちょっとでもそういう外見のケアでですね、悩んでいる方がいらっしゃったらお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。そしてその悩んでいる方を私も何か役に立ちたいわとか、他の周りの方がですね、幸せになって喜んでいただけるのが私の喜びなんですって思われる方もですね、大募集していますので、ぜひ NPO 法人ウィッグリングジャパンの方にお問い合わせください。